リボンチャンネル。あ、小林さん、これ先生が渡しといてって。お、何それ。あ、何。あ、ありがとう。え、俺なんかした。あ、絶対変なやつって思われた。どうして私ってこうなんだろう。小林桃花、15歳、小中女子校だった私は未だに男の子になれない。桃花、また男子にパニックってたでしょ。入学して1週間経つのにまだダメなの。だって女子と違う生き物みたいで、何を話したらいいのか。ずっと恋に憧れてたのにな。好きだ、もうどこにも行かせない。はあ、こんなんじゃ全然ダメだ。あれ、今日山上来てんじゃん。前生意気って絡んできた3年返り討ちにしたってあんまいい噂聞かないよね。へえ、初めて見た。桃花と並んだら狼と羊って感じ。いやー、ライオンとウサギっしょ。ライオン？ライオンなんてそんな感じに見えないけどな。綺麗な子。あ、びっくりした。聞こえてた？確かに怖いかも。山上くん、近づかないように気をつけよう。ドラマとか少女漫画の中だったら大丈夫。バーカ、話しかけられたかもしれないのにな。どうか？また飛んでたぞ。すぐ逃避する。イメトレだよ。苦手だけど私なりに頑張って練習もしてるんだから。見て、今は少年漫画で男の子の心を勉強してるの。あと弟と話す練習とか。弟いくつだっけ？9歳。せっかく共学の学校に入ったのに、このままじゃ恋どころか友達も作れないよ。あ、ここどうぞ。おや、まあ、ありがとうね。本日事故の影響で大変混み合っております。苦しい、息が。山上くん、なんで今日チロチロ見てたから怒ってる？リボン未来フェスタ2019開催決定ポス。日時は4月27、28日の10時から5時。場所は池袋サンシャインシティポス。漫画家体験コーナーやサイン会にトークショーと内容盛りだくさんポス。詳しくはリボン公式サイト、リボンワクワクステーションをチェックしよう。最後まで動画を見てくれてありがとうポス。チャンネル登録よろしくポシュ。グッドボタンやコメントも待ってるポシュ。リボンチャンネルは毎日更新中。これは毎日見るしかないポシュ。次の動画も見てね。